夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の誇りを払う。戻らない幸せがあることを、あろうにあなたが教えてくれた。言えずに隠してた暗い過去も、あなたがいなきゃ永遠に暗いまま。きっともうこれ以上傷つくことなどありはしない。悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、そのすべてを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦いレモンの匂い。雨が降り止むまでは帰れない。今でもあなたは私の光。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、そのすべてを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦いレモンの匂い。雨が降り止むなんては帰れない。切り分けた果実の片方のように、今でもあなたは皆さん、こんにちは。社会人3年目の、内田祐樹と申します。今日はよろしくお願いします。私はこのサークルの、4代目の部長をやっておりました。今回はですね、かなり部員の皆さんが勢ぞろいということなんですけれども、僕が分かる、顔が非常に少ないなということですね。なかなか世代間のギャップというのがね、こう感じております。はい、ということで、MC
私非常に苦手でして、何を話そうかなとずっと思ったんですけれども、基本演奏でいこうかなと思ってます。とりあえず2曲目にいきましょう。次はちょっと明るめの曲でいこうと思います。ダブに聴いてください。今日ですね、こうやってアコースティックギターを持ってステージに立つという機会が、何年ぶりかわかんないですけれども、久々にこう人前で一人でステージに立つという、なかなかない機会ですね。非常に緊張しております。あんまり今まで内輪のライブでは緊張せずにのんびりやってたんですけれども、今ね
話すことが全然出ればないです。まあ最後にですね、まあ、次最後の曲になるんですけれども、まあ、皆さん今ちょっと学生ということでね、まあ、人によってはすごく、まあ、研究室とかで忙しい生活をされている方も多いかなと思うんですけれども、一方で、時間がいっぱいあって何をしようかなっていう人が非常に多いと思います。でよく言われるのが、学生はお金はないけど時間がある、社会人はその逆みたいな、ね、ことがあるんですけれども、まあ、確かにそれはあるかなというところでして、まあ、もちろんお金がないとできないことっていうのもあるんですけれども、逆に時間がないとできないこと、社会人になるとなかなかこう長期の休みというのが少なくなってしまうので、そういう休みがないとできないことっていうのをぜひ皆さん学生のうちに思いっきり楽しんでいただきたいなと思います。社会人になったら今度はお金を使った遊びがいろいろできますので、それはそれでね楽しみにしておいてもらえたらなと、思います。ということで、まあ、ちょっとねこういう機会でたまに学生に戻りたくなるという、気持ちもありますけれども、まあ、そんな気持ちを込めて最後一曲、ちょっとしっとりとした曲を歌いたいと思います。 One more time, one more chance 聴いてください。探しているよ、どっか
笑を